みなさんどうもは、こんばんにちは。おとじゃ。いや、デブがこんなことしてるってちょっとね、ホラーだよね。デブのくせにそういうボケしちゃうんだみたいなね。いや、面白偏見がすごいな。デブは黙ってデブネタしてりゃいいみたいなね。そういう気持ち悪いつまんねえガリ細のやつにやな。もうあばらをな、グンってやってやるよ、グンって。それかも仲良くなる、友達になる、平和的に行こうや。ラブ&マネー、へへへへへ、マネー&マネー、ラブ&マネー&ピース。あ、へ、最近ね、おならが臭いんですよ。でもね、臭いからおならだから、な、おならとしてのアイデンティティをしっかり全うしてるから僕的にはいいと思うんですね。あ、言えた。なんかその、なんだろうな、まともなコメントっぽいことって俺いつもね、噛んじゃったりとか言葉間違えたりとか言えないの。意外にアイデンティティを全うしてるとかでさ、それっぽい人みたいになったじゃん。どれっぽいってなるけどね。うん、それっぽい人ってね、それっぽい人って言ってね、指ささないっていうね、グーって、それっぽい人ってね、それを指してるわけじゃないけどね。それっぽい人って、いや、どれっぽいっていうね。うん、ドレッドヘアですドレッド、どれをかけたね。ドレッド、どれをかけたって、なんだそれ。かけてるに決まってんだろ。かけてなかったら何も言わねえだろ。アホかよ、おめえよ。うん、俺に言ってんだよ、みんな。みんなに言ってないからね。ごめんね、本当に。今ので傷ついちゃったね、ピュアな羽島清志郎くん。もし俺がこの動画見てたら傷ついちゃうもん。太陽いずもっと輝け、言葉もないどん底だ、太陽いぞもっと輝き、他にはないどん底だ、チュンウン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 。いや、いきなりステーキってそんなやばいの？ペッパーランチ系列のいきなりステーキってそんなやばいんだね。すごいね。なんか女性店員らしいってね、レイプ殺人みたいなことしたりしてるってね、やばいよな、それ。何人だよってなるよな。いや、何人だよってね、それ。ああ、もう俺ダメだな、そういうネットの偏った知識に出てる。だから宇宙人かよってことね。いや、人間のやる仕業じゃねえじゃん、そんな。マジモンのモンスターじゃん、そんなこと。いや、まあ、倫理的に考えてね。倫理的や人道的に考えて、そういうことするってどうなのね、それってどな、うわね、クンさんのモノマネかと思ったら、首都を、ね、指3本で首都を決めてくるタイプの人っていうね。もしかしたら、指3本がノーマル、もしくはベーシックかもしれないのに、ね、それを3本でやってるっていう、あたかも3本が特別、その主張の中では3本っていうのは特別なんだよってアピールしてる無知な俺かもしれないっていう俺の日常。これか悪いよね、こうボケしてるよみたいな。そう、相手の顔を伺ってるってね、相手の顔も見えねえのによ。すごい確信っぽいこと言ってるよね。ネットじゃ誰のね、顔色もわかんねえんだからね、もう自分の言いたいこと言うしかないんでしょ。このボケやめよ。ね、謎の磁力、謎のパワーによって話そうとしても口に戻ってきちゃうタバコのボケやるのやめよ。疲れるから。面白いって言うんだったら、面白筋指数はまあね、50を平均値として7000くらいだとは思うけど、俺がやること全部面白いから。最低ラインで7万だから、だいぶつまんない、7000は。でも人間にとっては誰も成し得ない境地。
ふざけんな、ふざけんな、そんなボケが7000でたまるか、70倍って。いやでも最近すごい笑ったことがあるんですよっていう動画を小分けにする。なんで小分けにするか分かりますか？単純に動画を、長い動画上げるとアップロードするのめんどくさいから、そんだけだよな。そのみんなが見やすいとこじゃなくて、俺のため、全部そういうのってことない。